あの子は約束を守ってくれたのよ。今のお前を見てると初めて会った時のことを思い出す。傭兵としてはまだ駆け出しで夢ばっか見てるチンケな子育てをな。お前ってやつがそこからちっとも変わっちゃいない。いちいち嫌味を言わないと気が済まないわけ。昔の誰かさんを思い出すな。俺は人のことなんてどうでもよかった。簡単に裏切り、それを自慢にさえ思ってた。ちょっと、私があんたを裏切ったっていうの？いや、それどころじゃねえ。自分自身を裏切ったんだ。何が言いたいわけ？チップは俺たちの記憶を交わらせただけじゃない。 V とシルバーハンドを分け隔てる境界線は消え去った。それも随分前にな。私はここにいる。私の意志は私だけのものよ。私。じゃあその私ってのは誰なんだ？生きることを選んだ B よ。生きること、それこそがシルバーハンドの原動力だった。それと2つのポリシー、決して振り返らない、決して周りを当てにしない、ただ突き進み、死神の目を真正面から見据えてたのが俺だ。あんただけが特別なわけじゃない。その間違いに気づかなかったのも俺だけじゃないがな。お前は俺だ。そして俺はお前なんだよ。俺に何か言いたいのなら、それはお前自身が聞きたがってるってことだ。これで終わりだからね。最後にお別れを言いに来た。それだけよ。私は今、手術台で頭を切り開かれてる。今まさに、荒坂の医者がチップを取り出そうとしてるの。こうなることは分かってたでしょ。いつか私が普通の人生を取り戻そうとするって。全て元通りに戻れるとでも思ってんのか？連中は俺たちの一部を切り取ってる。その穴は二度と埋めることはできねえんだよ。あれが嫌、これが嫌、望み通りにならないのはいつも誰かのせい。何もかも荒坂が悪いって話はもういい加減聞き飽きたのよ。荒坂は関係ない。これは信頼の、そしてどんどん歪んでってるお前の問題だ。また荒坂に囚われる心配をしてるの？大丈夫、あんたはちゃんと処分される。ふん、何も分かってねえな。これは荒坂の話でも、生きるか死ぬかの話でもない。じゃあ何なの、ジョニー、教えてよ。信念の問題だ。いつだってそうさ。体をクロームと入れ替えようが、 BD の幻想に逃げ込もうが、これだけは変わらない。そいつが何者なのかを決めるのは、結局何を信じ何を守って生きてるかだ。迷った時にはそれが帰り道を示し、粉々に砕け散っても自分をつなぎ止めてくれる。それが伝説のロッカーボーイ、シルバーハンドの心情ってわけ。ジョニーが B から学んだことさ。私の B からな。これ以上話しても何もいいことはなさそうね。さよなら、ジョニー。今までありがとう。あんたには命を救われた。何度もね。デクスに平穏な生涯と栄誉の死、どっちを選ぶか聞かれたよな。ええ、覚えてる。お前は選択を間違った。がっかりだよ。加えてあらゆる脳機能が停止したままです。
今は神経インパルスをプロセッサにつないでいます。一時的な処置ですが。報告書はいつ提出できそう？今週中にお送りします。改めて成功おめでとう。それじゃあね。患者の部屋を用意して。音が紫に見える。何これ？共感覚は一時的なものよ。脳内のシナプスを増やしたから。気持ち悪い。ここを。あれ、ジョニーは全記憶痕跡から抹消されたわ。苦しみは終わったのよ。つまり約束通り処分したの。よく思い出せない。私はどうしてここに。完全に消え去った記憶もあるけど、他のはじきに戻るわ。リラックスして。ただでさえ神経プロセッサーが過負荷状態なの。不要なストレスは状態を悪化させるだけよ。私は B でいいのよね。私は死んだ。二度も。全て問題ないわ。ああ。なんか、とても虚しいの。自分が薄く伸ばされてるみたいな。患者を連れて行ってちょうだい。メモを起動。進行状況並びに今後の予測は未だはっきりしない。腫瘍の摘出には時間がかかった。記憶痕跡の手術はさらに大変だった。行きましょう。分解され再構築されたテセウスの船は果たして同じ船と言えるのだろうか。我々は精神的結合者の分離に世界で初めて成功した。まさにパイオニアである。すなわち人間の魂にさえもメスを入れることが可能になったのだ。メモを終了。